手はローテーション通り、タイガースの方は中4日でこの池田、そしてジャイアンツの方は中5日で左腕のカムストック、両投手の先発です。この池田もカムストックも藤井さん、オールスターゲームにもなかなかいいピッチングしてるんですよね。そうですね、調子が上がってますよね。はい、巨人の多いでもね、はい、カムストックというのは、はい、結構長いイニングも持ってますからね。そうですね、はい、まあ、タイガース打線としては特に右打者のカムストックのスクリューボールをどう打つかが課題になるでしょうかね。はい、さあこのところこの池田も調子を上げています。ジャイアンツの打線このところ素晴らしい好調で、なんとチーム打率が2割9分5厘あるんです。すごいですね。すごいですよ、これは驚異的ですね。はい、その切り込み隊長の松本もこのところバッティングは絶好調です。タイガースの方ももちろん2割8分6厘という素晴らしいチーム打率ですが、ジャイアンツの2割9分5厘というのは本当に驚異的です。もっともホームランはバースがよく打ったこともあって、タイガースが133本、ジャイアンツが105本とタイガースの方がもちろんリードしています。さあ好調の松本を迎えました。マウンド上の池田、中4日での登板。松本は今シーズン池田をよく打って6打数の3安打。池田はジャイアンツ戦登板するのは久しぶりなんですよね。そうですね、故障して休む前に2試合投げただけですね。そうですね、はい、大きなバウンド、これは突っ込まないと内野安打になりますが、一塁は内野安打。最近の松本はこれが多いんです。このヒットがあるから強いですよね。そうですね、やっぱり足のある選手には得ですね。本人苦笑いしてますが、ね、はい、どうしてどうして、最近の晴天続きでグラウンドが硬くなってますからね、はい、ああいう頃はもう本当にトップを間に合わないですよ。そうですね、今のはちょっと今岡田うまく入ってきたんですけどね、もうどうしようもないですよね、はい、そうですね、あの辺りはこれはもうやむを得ない内野安打。松本得意のヒットが出ました。ノーアウトランナー1塁、バッター2番の篠塚。ノーアウト1塁です。早くもランナーを背負って投げるマウンド上の池田。池田も故障する前あたりから故障して戻ってきて、しばらく不調のピッチングが続いたんですが、どうやらこのオールスターゲーム前後から調子を上げてきました。とにかくこの人がまだ4勝しかしてないんですからね、はい、そうですね、少なすぎますよね、はい、やっぱり開幕当初はやっぱりこの池田中心にね、はい、ベンチも考えてたと思うんですけど ね、 そうですよね、池田とゲールがまあ日本柱と言われましたからね、はい、あ、バントの構えでした。昨日まで広島でまあ乱戦と言っていいでしょう、点の取り合いで1勝2敗と負け越して、これは王監督にとって大きな誤算でした。したがってオールスターゲーム以後、ジャイアンツは3勝3敗の5分、タイガースの方は順当にこの甲子園に座って太陽に3連勝、中日に2勝1敗と勝ち越して5勝1敗という後半戦最高のスタートを切っています。しかし主砲バースが欠場するという思わぬ出来事がありまして、タイガースとしては大きなハンディキャップを背負っているわけです。バースに代わるファーストは真由美です。掛布が前を詰めています。2球目のストライクを見送りました。今の見送った様子を見るとバントのサインは変わったんでしょうかね。そうですね、まあ、この篠塚というのはどっちでもできますからね。そうなんですよね、はい、今シーズン池田に対しては5打数1安打と篠塚ちょっと分が悪い成績が残っています。これやっぱり篠塚はね、最初調子が悪かったんでね、はい、そのあれが出てると思います。前半ですからね、当たったのがね、はい、そうですよ、最近の篠塚はいいですからね、はい、そうですね、3割1分7厘ホームラン6本、フィーリングヒッターを狙うにはオールスターゲームの時点で3割5分は保たなければいけないと本人言っていたんですが、その3割5分には届きませんが、3割1分7厘となかなかの打率を残している2番の篠塚。やはりヒッティングに切り替えたようです。ボールカウント2&1、しかし掛布は依然としては浅く守っています。セカンドショートも心持ち浅い守備、カーブを引っ張ったファウルです。
塁ランナー松本、バッター篠塚、ランナーの松本は今シーズン24盗塁を記録しています。ツーバント追い込んでいるマウンド上の池田、ノーアウト1塁、ああボール落ちた、ちょっと落ちる球ですかね。そうですね、まっすぐではなかったようで、見送れば完全にボールですが、ここからちょっと落ちましたね。はい、そうですね、感じ的にはフォークみたいな感じなんですけどね。そうですかね、はい、ショートバウンドしましたが、これを振ってしまいました。ボールをうまく振らせました池田。好打者篠塚を三振に打ち取ってワンアウトランナー一塁。さあそして最近当たりに当たって4試合連続ホームランというこの黒幕。しかし昨日の広島戦最終回に四満塁のピッチャーゴロ併殺打は痛かったですな。そうでしょうね、王監督も期待したんでしょうがね、はい、あそこは北別府のカーブにやられました。クロマティとにかく4試合連続ホームランですからね、怖いバッターです。もっとも池田は今シーズン登板数の少ないこともあって、巨人打者でホームランを打たれたのは吉村一人です。1本だけ。クロマティは4打数2安打。例によって試合前のバッティング練習は軽く済ませたクロマティ。広島では打撃練習をしないでいきなり最初の打席でホームラン打ったんですから、やはり違いますな。そうですね、外人の場合は多いんですよね。そうらしいですね、はい、試合前はあまりハードな練習嫌がるらしいですね。そうですね、ゲームになるとこうへばるいう感じがあるらしいですね。まあとにかくこの暑さですからね、はい、ボール2になりました。池田にとっては警戒しなければいけないカウントになりました。甘いストライクを投げたくると危ないです。あーカーブできました。バットを振ったか、ああ振っていないという判定。三塁の塁審福井、池田は振ったんではないかとすぐに指差しましたが判定は振っていません。かなりバットは動いたんですが振っていません。球審は井上、塁審一塁谷村、二塁田中、三塁福井、外野はレフト太田、ライト鈴木です。ワンアウト一塁でクロマティのボールカウントノースリー。こういうバッターはノースリーからでも打ってきますからね。そうですよ、ああ見送りました。一応待てのサインが出ていたのか、打てない球ではなかったんですが、クロマティはストライクを一つ見送ってワンスリー。クロマティの長打力もあって松本はなかなかスタートを切りません。割合スタート慎重なんですよね。そうですね、まあ、池田にしてもね、はい、かなり注意しながら持ってますからね、はい、ちょっと走りにくいっちゃいますかね、はい、ピッチャーによってでしょうかね。そうですね、まあ、盗塁は本当にピッチャー次第ですからね、はい、これがゲールだったらどんどん走ってきますよボールカウント1-3、どこでストライクを取るか。スタートを切った、ボールです。フォアボール。これも外角際どいコースでしたが判定はボール。フォアボールでワンアウトランナーが一塁二塁。立ち上がりジャイアンツのチャンス、タイガースのピンチです。腕組みをしてかなり厳しい表情の吉田監督。戦況を見つめる三塁側王監督。最近の巨人は割合ピッチャーが点取られますから、巨人側としてはこういうチャンスは確実にものにしなきゃいけないんですよね。はい、その通りですね。さあバッター4番の原、昨日の広島戦ではいいところ打てませんでした、はい、今シーズン池田には1打数1安打でなんとフォアボールが4つあるんですね。シーズン前半の顔合わせですが、まあ、池田が逃げている感じでフォアボール4つも出しています。ですからこのデータはあまり参考になりません。ワンアウト一塁二塁です。現在上り調子のマウンド上の池田、腹の調子も決して悪くはありません。
レフトへ持っていきました。当たりが伸びすぎてレフトフライ。少しバットの先でしたかね。そうみたいですね。ちょっと振り抜きがちょっと悪かったですからね。今のはかなりいい当たりだったんですが、はい、ちょっと先っぽですね。先っぽですね、はい、芯に当たればもうちょっと伸びたんでしょうが、先に当たった分だけ伸びがなくレフトフライに腹倒れました。ツーアウト、ランナーは一塁二塁そのままです。さあそして現在巨人打線では最も高打率をマークして当たっている中畑。しかしこの人も打つときは固めて打つんですが、打てないときは3番ですからね。そうですね、非常にはっきりしてますからね。ツーアウト一塁二塁、ピンチを迎えている池田。ああ詰まった当たりはサードゴロ、掛布が拾い上げて二塁へ、フォースプレー。池田見事立ち上がりのピンチを切り抜けました。ランナーを2人出しましたが、1回の表ジャイアンツの攻撃を0点に抑えました。1回の裏マウンドに上がったカムスト。今ご覧いただいた投手成績が示すように助っ人ピッチャーとしてよく活躍しているカムストック、まあ、ちょっとスクリューボールの投げすぎか一時腱鞘炎を起こして戦列を離れた時期がありますが、やはりあれだけ極端に落ちるスクリューボールを連投するとかなり手首へ来るでしょうね。そうでしょうね、それとやっぱり日本の気候にも慣れてないですからね。それもあったかもしれませんね、はい、5勝1敗のうち対阪神戦で1勝を挙げているカムストック。主砲バースを欠くタイガースの新打線、1番を承るのはこのライト北村、そしてバースの後3番にはファースト真由美という布陣です。カムストックには北村強く、これまで3打数3安打、ホームラン1本を打っています。まあ相手のチームが右ピッチャーが来ることが予想されれば昨日のオーダーでいいんでしょうね。そうですね、長崎3番ですね、前1番ね、はい、今日はもうカムストックが来るのは分かってましたからね、はい、そのままですね。ですから今日は偵察用メンバーも使っていません。カムストック先発を読み切った吉田監督、1番北村、3番前見という新打線。しかもこの北村は今ご紹介したように今シーズン新外人カムストックをよく打って10割3打数3安打。先ほどは真っ青な空でしたが少し雲が出てまいりましたね、はい、浜風もちょっと強くなってきた感じ。得意の外角のシュートボール、あまり落ちないシュートボールを投げましたが北村よくボールを見ています。ワントゥー、まあ、北村、吉武と並び称されて久しいんですが、今シーズンはなんかはっきり差がついた感じですね。そうですね、北村が伸びましたよね、はい、前指の故障の時ね、ショートの右センター前ヒット。データ通りカムストックに対してこれで4打数4安打。打った球はカーブでしょうかね。カーブでしょうかね。うまくセンターの方へ追いつきましたからね。そうですね。今日のこの右から左の強い風ですとね、やっぱりどうしてもアウトコース、右バッターの場合アウトコースを主体になりますから、ね、それをセンターからやっぱり右の方へうまく打つ方がいいでしょうね。はい、さあオールスター戦後。ラインナップに完璧してよく当たっている広田、一昨日昨日と連続2安打を打って気を吐いています。ベテランの広田、大砲のバースを欠くだけにタイガースとしてはまあコツコツ点を取っていくと、そういう戦法が考えられますが、立ち上がりのチャンスを吉田監督どうするか。ああバントの構えですね。やはりうまく打球殺したキャッチャー山倉、一塁へ。広田らしい絶妙のバント、完全に打球を殺しました。ああいう小技はやはりうまいですな。うまいですね、はい、きっちり送りました。吉田監督の計算通り広田がきれいに送ってワンアウトランナー二塁と、まず1対1点先制のチャンスを作り上げましたタイガース。
さあそして3番に座っている前に、まあずっとバースがいましたから3番を打つのは初めてのはこれは当然です。しかしバースが来る前はこの人は3番も打ったこともありますし、ファーストを守ったこともありますよね。はい、そうですね。とにかく内野はサードとキャッチャー以外全部こなしてますから外野もやるし、そうですね、ユーティリティープレイヤーですよね、はい、まずカーブから来ましたカムストック。今日お迎えしているゲストと同じように小学生ファンも大勢来ている今夜の甲子園球場、夏休みに入りましてタイガースファンにとっては待ちかねた対ジャイアンツ戦、3連戦の今日が第1戦です。大きなバウンドのセカンドゴロ、下がって掴んだ篠塚一塁へ、ツーアウト。この間に北村はもちろん三塁へ進んでいます。ちょっと打ち損なった前に背番号31。さあそして4番の掛布登場。掛布がどうもこの2試合ばかりあまりパッとしないんですが、特に昨日あたりはバースがいないということで責任を感じすぎたんでしょうか、どうですか。そうですね、それはあると思いますよ。昨日やっぱりね、はい、状態にものすごく力が入ってましたからね。ですから、ジャストミートしてなかったですね。そうですね。そしてまた掛布にとってちょっと嫌なデータはこのカムストックに対して全く今シーズン打てないんですよね、はい、8打数ノーヒットなんですよ。そうなんですよ ね、ちょっとその、カーブですかね、はい、ちょっとやっぱり大きいですからね、はい、おまけに3三振を喫している主砲の掛布。ツーアウトランナー3塁、当たり損ない。何か一昨日も昨日も本来のバッティングができなかった掛布。一昨日はバースと2人がまあブレーキになり、昨日はバースを欠いて大砲は彼一人というまあ責任感のせいですか、何かもう力が入りすぎた感じでいい当たりが出なかった掛布です。今日はどうでしょう、相手は苦手のカムストック。トゥーナッシングです。カムストックは左バッターにはあのスクリューボールをあまり投げてこないんですよね。そうなんですよ、はい、内角直球です。やはりバッターにぶつけるって気がするんでしょうかね。いや、 やっぱりカーブがありますからね。左バッターに外へ流れていくカーブですからね、はい、その方が有効なんでしょうかね、はい、そうですね、はい、2エンド1、今のは外角直球です。2アウトランナー3塁です。ジャイアンツがランナー2人出したチャンスを逃した後、タイガースは2アウトランナー3塁という先制の攻撃を作り上げています。3塁ランナー北村、バッター4番の掛布を迎えたマウンド上のカムストック。2エンド1と掛布が追い込まれています。内角球うまく打った、ライト前クリーンヒット、北村帰りました。さすが主砲掛布、苦手のカムストックから今シーズン初安打、ライト前タイムリーヒット。今のは会心の当たり、内角の速球飛びましたが、そうですね、そうですね、はい、ジャストミート、いい当たりでしたね。そうですね、やっぱりあの力を抜いてね、はい、そう、たまに逆らわないバッティングでしたね。あ、最高ですか、はい、そうですね、はい、これは素晴らしい当たり、4番打者らしい素晴らしいタイムリーヒットを打ちました掛布が1塁へ。3塁ランナー北村ゆっくり帰りまして、1回の裏タイガース1点先行。さあそして5番の岡田登場です。ツーアウト1塁、まずカーブでストライクを取りました。岡田はカムストックに対して4打数のヒット1本。打ち上げた、高く上がったセンターのクロマティのところへ、クロマティ掴んで3アウト。一塁に掛布残塁と終わりました。しかしこの掛布の素晴らしいタイムリーヒット、しかも苦手のカムストックから今シーズン初安打が見事なタイムリーヒットになりまして、タイガースが1回の裏1点を先行しました。さあこちら甲子園球場は2回の表、吉村が打席に入っています。2回表の攻撃です。マウンド上は池田、カーブを打ってセカンド平凡な当たりです。岡田がさばいてワンアウト。
それにしても藤井さん、1回の裏タイガースはいい点の取り方をしましたね。そうですね、やっぱり加計はね、はい、バースがおらなくても今みたいな、はい、こう楽な、ね、感じで、スイングした方がいいと思いますよ。大きいのを狙わない方がいいんでしょ う、ね、むしろね、はい、彼はよくヒットの延長がホームランだって言ってますが、はい、そういうつもりで打った方がいいんでしょう、ね、そうですね、その方がよくバットも振り抜けますからね。なるほど。バッターは山倉、ワンアウトランナーありません。初球狙ってその掛布のところへ強烈な真正面のゴロ、2アウト。早いカウントから打って出るジャイアンツの各打者、ニコニコ笑ってる掛布。今の取り方が怪しかったっていうんですか、何かニコニコしてますね。先制タイムリーを打って強くしている掛布、だいぶ気分が乗ってるようです。2アウトランナーなし、簡単に2人を打ち取りました池田。8番のショート河野を迎えます。4球で2アウト。まあ、夏場はピッチャー疲れますから、なるべく投球数を少なくするのが長持ちするそして完投する秘訣だってよく聞きますが、こういうピッチングをしたら一番いいわけですな。そうですね、いわゆる省エネ投法ですね、はい、カーブを低めでね、うまくコントロールしてますからね、はい、バッター河野、初球外れてワンボール。河野は池田に対して今シーズン2打数でヒット1本です。もうフライ落球の後遺症はすっかりなくなりました、ベテランの河野。今日は池田なかなかカーブをうまく使ってるようですね。そうですね、コースもかなりいいところに決まってますよ、はいはい、2アウトランナーありません。リードするキャッチャーは木戸、怪我をした山川捕手に試合前ちょっとあったんですが、まだギブスが取れないんですが、明日あたり取れるそうですね。そうですね、そうすれば回復は早いって言いましたよ、はい、彼は当たっているから早く出たいですよって言ってましたがね。そうですね、しかし夏場へ来て各チームとも主力選手の故障が相次ぎますね、はい、ジャイアンツの方は主力投手の一人牧原がね、はい、今シーズン絶望って言うんでしょ。そうですね、これは痛いですよね。あ、当たり損ないピッチャーゴロ、池田掴んで一塁へ、スリーアウト。この回はいとも簡単に吉村、山倉、河野3人のバッターを打ち取った池田、悠々とマウンドから降りてきました。2回の表を割って1対0とタイガースが先手を取っています。ご覧のように甲子園の上空だいぶ雲が多くなってまいりましたが、ただいま天気情報がまいりました。今日神戸の最高気温は平年並みの32度一部でした。明日の明け方も平年並みの25度くらいで、今夜も蒸し暑く寝苦しいでしょう。空模様は今夜から明日にかけて晴天が続きますが、明日日中は大気の状態が少し不安定となりますので、山沿いなどでは夕立の降るところがありそうです。この情報によると今夜夕立があるという予報は入っていません。なお18時現在の天気は西南西の風 2.8 メートルです。 2.8 メートルという発表よりはちょっと強い感じの風が、甲子園は右から左へ、いわゆる浜風が吹いております。さあ1点リードしているタイガースの攻撃、6番のレフト佐野からマウンド上カムストック、カーブすっぽ抜け、ワンエンドワン。カムストックにとっては初めての日本の蒸し暑い夏。立ち上がりはランナーを3塁に置いて、左バッターの掛布にうまいこと打たれました。これは佐野がうまく打った、痛烈な当たり、レフト左へ、まさしくクリーンヒット。うまいこと引きつけましたね。キャッチャー木戸、カーブですね、うまく引きつけました、はい、カーブを引っ張るときには思い切って引きつけた方がいいわけですね。そうですね、はいはい、うまく引きつけて振り抜いてますからね、はい、あれが少しポイントが前へ出ると泳いでしまうんですね。そうですね、そうするとやっぱり内野ゴロとかボチボチのゴロになるんですな、はい、そうですね、今は最高のタイミングでしたね。バッター変わって7番のキャッチャーの木戸です。マウンド上カムストック、あ、何かブツブツ言い出しましたねカムストック得意の癖。
まあ、自分に気合を入れてるんでしょうね、はい、このピッチャー見ると私昔見たねブルックリンドジャースのエースピッチャーのローというピッチャーを思い出すんですがね、はい、昭和50年代当時ブルックリンドジャースのエースにローというピッチャーがいて、はい、この人がマウンド上で年中なんか言ってるんですよ。でついたあだ名がプリーチャーって説教してるんです。でプリーチャーローって名前有名でしたからね、はい、あのブックリンのエースでしたがね20勝近く挙げたピッチャーですが、あの人はやっぱ聞きますとね自分に腹が立つときと、はい、審判の判定に向き合うとき審判に言うと退場命令が出たら、はい、後ろ向いて喋るんですよ、ね、笑いましたからねその話聞いて。でカムストックが来てからこのね彼がブツブツ言うのを見てすぐ思い出しましたよ、はい、時々いるんですよね代理がそういうピッチャーが。これは併殺コース643と当たりました。木戸がショートゴロ併殺打を打ってしまいました。あるいはもう一回送らすかなと思ったんですがここはヒッティングに来ましたね、ちょっとやっぱり佐野と違うところはねやっぱり今のは打ちに行きましたですね。あそうですか、はい、さっき話に出ましたように少し前のめりになって打ってしまったんですな。そうですね、はい、さあ平田の代役を立派に話して果たしている新人の和田、まあこの人は本当に出色の新人ですよこういう人がね控えにいるってのはちょっと驚きましたかね、はい、そうですね、今年のやっぱりタイガースはやっぱり怪我人がゼロと誰か埋めてますからね、代役がね、はい、一般に仕事してますね。これが一つの強みですよね。まあ吉田監督のモットーと全員野球というのがよく表れているわけです。その下積みから出てきました和田、ツーアウトランナーありません。低め選んだ。この人は選球眼がいいんですよね。いいですね、はい、際どい球よく選ぶしボールには手を出しませんもんね。サインを送るキャッチャー山倉、カーブ、あー今のスクリューボールですな。そうですね、右打者に投げる得意のスクリューボール、一瞬カーブと申し上げましたが外角へ曲がって落ちました。和田にはやっぱり初めてですからね、 あれはちょっとやっぱりそうですね、はい、バッター面食らいますな、はい、球は2-2。これもそう、そうですね、当たり損ない浅いフライ、セカンドフライです。同じ球で仕留めました。やはり初めて対面するバッターはあの急激に落ちるカムストックのスクリューボールにはちょっと面食らいます。やっとバットの先にあっただけ、セカンドフライで2回の裏タイガース0点に終わりました。